こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやいちゃんです。秋はフルーツの季節。フルーツって本当に美味しいですよね。でも体を冷やす性質を持っているので、体を温めて循環を良くしたい女性にとってはちょっと残念なんですよね。でもそんなフルーツを簡単に養生にできる調理法があるんですね。それがドライフルーツ。ドライフルーツは切って乾燥させるだけっていうイメージがありますけど、作り方によっていろんな味が楽しめるんですね。今回は手に入りやすいリンゴを使って、しっとり半生のセミドライリンゴを作っていきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理お菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah. I feel it in my heart. It's gonna be alright. はい、まずリンゴはよく洗って種を取ります。そして8等分ですね、切っていきます。リンゴがカットできたら、お鍋に移して全体に塩をまぶします。リンゴに塩をよくすり込みます。こうすることで、リンゴから水分がね上がってきますので、その水分で蒸し煮をしていきます。お水ね、上がってくるまで30分ほど置いておきます。で、30分経つとこんな感じで水分が上がってきますので、蓋をして弱火で蒸し煮していきます。はい、10分ほど煮るとこんな感じで水分がたっぷり出てきます。そうしましたら、蓋もね少し開けたりして水分を飛ばしながら煮ていってください。30分ほど、火にかけると、水分もしっかり飛んで柔らかくなりましたら、網に並べていきます。フードドライヤーがあれば、60度で約12時間乾燥させます。フードドライヤーがない方は天日に丸2日くらい干してください。天日で干す場合なんですけど、100度のオーブンで1時間裏返して30分ぐらい焼いてから干すと時短ができます。はい、私はテスコムのコンベクションオーブン、こちらは発酵機能ともついていて、フードドライの機能もついているんですね。これで60度で12時間かけていきたいと思います。はい、12時間乾燥させました。蜜がたっぷり出てプニプニの食感です。しっとり半生ドライアップルの完成です。はい、それでは試食してみたいと思います。皮付きなのでね、色もねピンクに染まってて、とっても綺麗なんですよね。行ってみたいと思います。まずこの食感がすごいソフトで美味しいってくるんですけど、その後に甘さがぐわーっときて、これ本当に砂糖使ってないのかなっていう感じの、ギュッとね旨味と甘みが凝縮してるんですよね。めちゃめちゃ美味しいです。しかもね、皮付きだから香りがすごい立つんですよね。これ煮ることでパサつきを抑えて、
このしっとりさ、ジューシーさを醸し出してるんですよね。すごい、めちゃめちゃ簡単に半生タイプが作れるので、とってもおすすめです。砂糖を使ってないので体を冷やしにくいんですよね。なのでこの代謝を良くしたい人、それから授乳中の人とかダイエット中の方なんかにぜひ食べていただきたいですね。とってもシンプルな作り方で、めちゃめちゃふにゃっとしっとりドライアップル作れます。よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。